どうもです。おはようでございます。今日はね、日曜日でございます。あいにくの雨でございます。またね、今日の夜ぐらいから雪になるってことなんで、ちょっと心配ではあるんですけども、どうなるかな、仕事だからね。木曜日に降った雪に関しては、まあ雪かきして行ったんだけど、わりかしね、気温も高くて雪が溶けたんでね、まあ良かったかなと思ったんですけどもね、今回はちょっとどうかなというところでございます。そこはちょっとね、一つ心配の種ではあるんですけど、まあなるようにしかならないんでね、ちょっと今夜と明日の朝のね、状況を見極めて決めようとは思っております。で、もうここ最近ね、なんだかんだお休みの日で今日はのんびりしようと思ったんだけど、天気がいいから結局出ちゃったなんて言ってましたけど、今日はあいにくのね、まあ、さっきも言ったけど雨なんですけど、出てきました。結局出ちゃってます。まあ理由もあるんですけど、まあ理由っていうのはその木曜日に、まあ、雨が降ったので、雨じゃない、雪が降ったのでね、まあ雪の降った日には、そのハードオフさんだとか、ブックオフさん品出しをするっていうね、そういうまああるある的なことがあるんですけども、まあそれのね、再確認ってことで、行ってきました。雪の日に、すでにね、まあ、まあ、なんかどっかの概要欄で書いたんですけど、朝2時間ほど雪かきして、で、午後から仕事に行きますみたいな話してたんだけど、仕事帰りの日にね、もう夜仕事終わってから、ブックオフさん、ちょっと帰り道にあるんでね、一軒見てきましたけど、やっぱりね、品出しされてましたね。つっても特に多かったのが、携帯のゲーム機ね。PSP。そして、DS ライト。で、DSi。そこら辺がめちゃめちゃ出てましたね。すべて合わせて20台ぐらい出てたんで、やっぱり結構出てるなというふうに感じました。まあ、お値段としてはね、まあ、稼働しないものから始まって、550円から、まあ、2200円とか、そこら辺の中での、状態に応じての、値段の付け方だったんだけど、やっぱり商品は結構増えてるなっていうふうに感じました。まあ、通常コーナーに関してもね、少し、商品がかかってたんで、やはり少なからず増えたのかなと。あとはまあもちろん、仕事終わってから行ったわけなんで、その間に売れてる可能性もあるんでね。まあそういった部分もちょっとあるんですけど、まあやっぱりちょっと品出しされてるっていう感じありました。ジャンクの方もね、そのハード以外にもゲームもね、ちょっと出てたんだけど、そこまで出てた印象はなかったかな。で、今日木曜日雪が降って、金、土、日で、今日もう一店舗ね、別の、ハードオフさんとブックオフさん一緒になってるところあるんですけども、そこを見てきました。そこに関してはね、相当ね、ゲームカードっていうよりはゲームソフトが多く出てたかな。まあゲームボーイ、ファミコンはそんな増えてないか、あとアドバンスと、PSP、あと、プレステ2が結構入ってたな、今回は。気になるものもいくつかあったんだけど、ちょっと悩んだね。もう買おうと、これは買わないとすぐ売り切れるだろうってやつは、もちろん、もう今日もちょっと買ってきたんだけど、まあ、買えなきゃ買えないでいいかなとか、要はそのクーポン待ち的なところでね、そういうのはね、いくつもあった。あとはね、割かし見ないものも100円とかであったんだけど、まあ別に今日は慌てて買わなくてもいいかなと思って。ブックオフさん見た後にちょっとね、2階にハードオフに見に行こうと思ったんで、まあこれは残るだろうっていうものに関してはちょっとね、購入しなかった。まあそんなに欲しいものでもなかったしね。ネタでちょっと買おうかなっていうぐらいのものだったので。で、まあ2階のハードオフさん行くとね、ゲームが結構出てたな、ジャンクゲームね。特に多かったのがプレステ2。プレステ2はね、最近結構ね、入荷が多くて、
うん、見てて楽しい。今回もね、いくつかは気になるものもあったんだけど、その出てる中でね。うん。まあ、ちょっと買わなかったんだけど、ちょっとね、いろいろお金が出る場面が今月からちょっと2、3ヶ月あるんでね、うん、ちょっと絞ってる部分もあるんだけど、で、ちょっと今回気になったのがね、あの、プレステ2が、のケースがあるでしょ、厚みが。あれ、プレステ2の厚みっていくつぐらいだろうね。1センチちょいぐらいかな。うん。あれがね、3ミリとかそのぐらいの半分以下ぐらいのやつのパッケージがあったのよ。あれ何かなと思って。再販とかにしても見たことないから、ひょっとしたら売った人がスペースの問題で薄いケースに移し替えたのかなと思って。でもちゃんとさ、表紙とかさ、裏面のあれがちゃんとついてんのよね。まあそれはちょっと気になって、まあそれは別に買うとかじゃないんだけど。で、まあ、今回ちょっと面白そうだったのが、まあ、プレステも結構入ってたんだ。うん、結構ではないけども入ってたんだけど、プレステのね、FF の1、うん、と、ドラクエ4がね、箱節のみ、110円で売ってたのよ。まあ、相場を考えると、とりあえずケースだけ買ってても、いいかなと。後にね、あの、裸の CD を購入する機会があれば、それ買えば、まあ、完品にはなるから、まあ、それ狙いで、まあ、ネタでもあるし、ちょっと買おうかなと思ったんだけどね、若干っていうにはあれかな。ちょっとシミがあったんでね、特に FF の説明書なんかはもう綺麗な、もう真っ白だから、一部分だけでもちょっと気になっちゃってね。うん。あとは、まあ、さっきも言ったんですけど、まあお金をね、使っていくので、まあそれに応じてね、ちょっと絞っときました。またこれはね、売れ残るようだったら、まあ後に回収してもいいかなというふうに考えております。でもやっぱりね、その雪の日の次の日っていうか雪の日の品出しに関してはね、やはり現実味を帯びてますね。まあ以前からね、いろんなブログだとかそういったもので、そういう情報は出てたんで、まあ、その都度ね、近場に関してのお店なんかはやっぱり、うん、気にして行ってたんで、まあ品出しされてるなっていう感はもちろんあったんだけど、だからまあ、雪の日の次の日だからさ、あんまり遠くには行けないじゃない？だからいつも行くお店っていうのは決まってるから、他のお店でもそうなのかなっていうのが、話では聞いてても自分としては経験してないんでちょっと気になるなっていうのもあるんだけどね。まあなかなかあちこちね、あの、行けるような時じゃないんで、まあ近場だけね、ちょっと短時間見てるんですけども、今日もね、今もう1店舗、もう今もうちょっとで着くんですけどね、あの駐車場に入ってるんで、ブックオフさん、ブックオフさんはそこゲームないんだけどね、ハードオフさんと、あとまたトミカをちょっと見てこようかな。オフハウスの方でね。うん。そういうような段取りになっております。だからまあ、皆さんもね、お近くにハードオフ、ブックオフあれば、雪の日の次の日とかね。まあもちろん気をつけてね。うん。そのコロナももちろんですけど、雪が残ってたりするとね、うん、滑ったりとか、怪我につながってくるんでね。そういうのも気をつけてもらって、お店に足を運ばれるとね、お宝に出会えるかもしれません。ちなみに今日私ね、さっきちょっとブックオフさんで買ったって言ったんですけど、これ前でいいや、アドってきました。かなり爆アドっていうほどではないんだけど、まあいいか、そこはお楽しみにしとこうと思います。はい、ってことで以上でございます。ご視聴の方ありがとうございました。それではハードオフ行ってきます。あ、腰痛い。